6月24日月曜日、多肥保育所でスポーツ紙派遣授業が行われ、園児たちはスポーツ紙のサポートを受けながら鉄棒とマット運動に挑戦しました。この授業は子どもたちに体を動かす楽しさを伝えることで、幼児期の運動習慣の定着と体力向上を目的に行われたもので、市内18カ所の保育所や幼稚園で開催されています。準備運動ではスポーツ紙からウサギのように飛んでごらんとアドバイスを受けた園児たちは、ウサギになりきって元気に飛び跳ねながら体をほぐしていました。そして準備運動が終わると班ごとに分かれて鉄棒マット運動に挑戦。逆上がりに初めてチャレンジする子どもには、スポーツ紙が手取り足取り体の動かし方を丁寧に教えていき、見事に逆上がりを決めた園児は満面の笑みを浮かべていました。